あのバーガーとかめっちゃうまそうやん。いくらすんねやろ。なんぼやろ。あ、バーガー5000円とか書いてある。すごい若い人らで賑わってる。のびたび。はい、どうも、じゅんやです。いつもお世話になっております。前回ね、久々に町の方に出て行ってみたわけなんですけれども、まあ町をねブラブラと三脚を探しに、出てきたんですけれども、三脚のねお店にたどり着く前にいろいろとねブラブラと見ながら、なんか美味しそうなココナッツ風味のねたこ焼きのようなものを食べたりなんやかんやして過ごしてっていう感じの動画やったんですけれども、今回はねそっからさらにちょっと美味しそうなバーガー屋さん見つけたので、はしごでもしてみようかなー言うて考えているところなんですけれども、バーガー屋さんどうなるんでしょうか、お楽しみに。ああうまかった。これの3000リエルやから、まあ75セントとかそれぐらいのやつです。学生さんが、ここ学校か、小学生が楽しそうにしてる。こっちはまたホテルが綺麗な感じです。ああ、なんか最近ね、毎日同じ雑炊食ってたから、たまにやっぱああいう違う味のもん食うとね、うまい。ああ、でああいうやつ食いたいな。食おうかな、もう食っちゃおうかな。久々に街出てきたし、あのバーガーとかめっちゃうまそうやん。いくらすんねやろ。ちょっとはしごしちゃおうかな。やってんのかな。値段がでも分からへんな。なんぼやろ。あ、バーガー5000円とか書いてある。はい、そうさーい。ね、バーガー、バーガーの、うん、バーガー、フィッシュバーガー、チキン、ビーフが安いんや。セットは、セットバーガー&ポテト&ドリンクフォーマン、ビーフバーガー5000リエル、うん、5000 with ポテト、ポテト、うん、ビーフポテト、うん、サンポテト、うん、こういうやつね、うん、バーガーとこれとこれ5000 no no burger 1500 beer、 うん、 and french fries wonderland、 OK で、ドリンクは2500。じゃあどうしよう、ポテトも食いたいからな。じゃあこれとこれ、ビーフのね、yeah, and french fries and coca cola、 あとコーラはね、あ、ノーコーラね、ノーコーラでこれとこれだけね。 yes。すごい若い人らで賑わってる。よいしょ。手な具合でこっちにしようかな、こっち右にしようか。厄介せた。よいしょ。ちゅうことで、はしごですわ、はしご。うん、なんかね久々に外出てきたからね、いろいろ贅沢しようかな思って、はしごです。多分そこの学校のね子らとかが放課後に遊びに来たりとか、そういう店なんですよね。うん、ちょうど今3時40分とかだからね、学校終わった頃なのかな。あー、でもさっきちょっと辛いの具だからコーラありでもよかったかな、ケチらんでよかったかな、コーラ。ついついコーラをケチってしまったな。今日 Wi-Fi あんのかな。チーズバーガーとかもあんねや、ダブルミートバーガーとかもあるやん。うん、美味しそう。 Wi-Fi はどうなってんのかな。すごいね、これスキャン QR コード2ペイやって、これでスキャンしたら払えるようになってんねや。このアクレーダーバンクやったら、これもや、アバの口座持ってたらこれ払えんねや。すごいね、ハイテクやん。
can I get a beer? Beer. Anka, yeah. I have a beer. Ah, yes, yeah. Yes, yes. Okay. はい、ちゅうことでバーガーがね、来ましたよと。こんなん。よっ。てってれーと。はい。に、ビールもいただきました。はい。はい、まあそんな感じでね、今日は、まあ金曜日ということで、昼間からこんな感じで、ハズレでーす。楽しんでおります。久々の街を。乾杯。あーうめー。うん、ちょっとね、先月っていうか年末からね、いろいろネットでね毎回発信してたやつが、まあいい感じにね、ちょっとお仕事をね運んできてくれまして、ちょっとしたお仕事を2月になってからやってるんですよ。まあそのおかげで、まあね、その報酬とかもねいただけるということで、ちょっといつもよりねこんな感じです。中身はーい、ちょっとね贅沢な週末を過ごしてみようかなという感じでやっております。うん、よいしょっとなかなかな感じの、いただきます。うん、うまい。あーうまい。うん、あー美味しいね。美味しい。これで100円、120円ぐらい。130円かな。でポテトが100円ぐらいかな。でビールが50円、まあ全部で280円とか300円いかんぐらいです。OK、うん、はい、ポテトも来ました。てってれーと。うん、あー平和やわー、マジ平和、カンボジア。平和やな。うん、あーうめー。あー最高や。入れてるわ。あーめー、美味しかった。うん、まあうまい、ポテト美味しい、最高。幸せやな、この感じ。ね。この感じですよ。この感じからのこの感じですわ。なんとも言えないこの幸せな感じ。あーいいね。三脚持って帰ろう。ねえ、ほな行きましょうか。金払ってね。おー
どうぞ。はい、オーケー。あーボマン、これと、はい。オーケー、See you。よっこいせ。はい、ちゅうことでなかなか可愛らしい店員さんやったね。いいね、ああいう感じの子はね、可愛らしい。ああしゃ。はい、てな具合でこのね、ちょっとしたなんかね、もうそこ、ここは学校なんですがね、学校の子らがこうたむろしてね、ワイワイしてるようなお店でした。すごいね、なんか懐かしさを感じる。このまあね、ちょっと言う、ちょっと日が傾きかけてるぐらいの感じの、あのなんかすごい小学生がねたむろしてるような感じ、中学生かな、分からへんけど、すっげえ懐かしい感じしたわ。もうノスタルジーやわ。まあそんな感じで、市場がねこの先かな、この先市場のはずやから、市場のね周りに、電化製品売ってる店があったんですよね。そこで三脚を、三脚電化製品じゃないけどね、三脚を買いたいです。いやカンボジアええなあ。トウモロコシも食いたい、トウモロコシも食いたいぞ。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。